釜で沸かした熱湯を浴びて無病息災を願う神事が昨夜大崎市の神社で行われました。大崎市の若宮八幡神社では300年以上前から旧暦の9月18日の夜に湯立ての神事を行っています。昨夜は境内に26の釜が並べられ、氏子により湯が沸かされました。そして宮司が釜に笹の葉を入れ、勢いよく湯を振りまきました。訪れた人は湯をかけられると手を合わせ、無病息災を願っていました。迫力あってすごかった。とっても熱かったです。笹の葉は家に持ち帰り、厄除けに飾られるということです。